寸断された国道57号の代替ルートとして、国土交通省による国道57号北側復旧ルートの工事が開始。熊本地震の翌年には、二重の峠トンネルの着工式が2017年6月17日に行われました。その日からトンネルの掘削は、昼夜24時間、土日祝日休みなしで全力で進められることとなります。全長およそ 3.7 キロのトンネルを1日6メートル、少しずつ少しずつ、毎日毎日。熊本地震からの長い間、私たちはこのトンネルの開通を待ちわびてきました。地震以降減少する観光客、国道 JR が寸断され、バスで遠回りして学校に通う学生たち、渋滞するミルクロード、不便を耐える日々が続きます。春、夏、秋、冬と季節を重ね、少しずつ、そして大きく復旧復興を遂げていく私たちのふるさと。トンネルの着工から1年8ヶ月、およそ 3.7 キロにも及ぶ掘削工事が終了し、貫通式が行われました。今年の8月8日には、不通になっていた JR 豊肥本線が全線開通。沿線にはたくさんの人たちが訪れ、開通を喜びました。そして、2020年10月3日、国道57号北側復旧ルートと寸断していた国道57号が開通しました。これまで復旧復興に協力いただいた方たち、本当にありがとう。支えてくれたボランティアの皆さん、ありがとう。不便を耐えてきた市民の皆さん、阿蘇の復活をお祝いしましょう。2020年10月3日、国道57号北側復旧ルート、国道57号現道開通。熊本地震から4年半、阿蘇市のリバイバル復活が始まります。